25年ぶりの再会だな、冴島。カツラギ。年は取ったが、その目は変わらないな。なんでお前がここにおるんや。話すのも面倒なくらいいろいろあってね。ま、あんたもいろいろ真島さんから聞かされただろう。お前の目的は何なんや。俺のこと拉致して何になるんや。まあ心配するな。すぐにあんたを殺そうってわけじゃない。あんたにはまだ生きていてもらうよ。どうせ殺すんやったら早やれ。この世にまどろっこしいことして時間使うぐらいやったらいっそ死んだ方がマシ。ほう、随分と潔いな。覚悟はできていると。当たり前じゃボケが。俺は死刑囚や。25年前のあの日、18人も殺した時から覚悟はできとる。18人殺したね。何がおかしいんじゃ。あんたは何にも知らなかったのか、あの25年前の事件。お前は誰一人殺してない。何言うとるんや。俺なんだよ、18人殺したのは。お前は誰一人殺すことすらできなかった。ただの間抜けだ。どういうことや。どういうことなんや、カツラギ。説明せ。まあそのことは後でゆっくり教えてやるよ。時間はたっぷりあるからな。何する気や。俺としたことがちょっと計画が狂ってしまってね。最初は警察とつるんでこの上に立ってるビルをいただくつもりだったんだが、予定を変更せざるを得なくなったんだよ、荒井って男のせいでね。荒井やと。荒井って、あの木戸の兄貴分。どういうことや。まあ事情はゆっくり話すとして、あんたとあんたの妹さんにはまた協力してもらうよ。妹やと。お前安子をどうするつもりや。おっと、まだそんな元気があるのか。安心しろ、あんたたちは今の俺たちの生命線だ。殺しはしないさ。あんたたちと例のファイル、それに有り余るほどの軍資金さえ手に入れれば宗形など用なしだ。どうだ、金の方は準備できたのか。ええ、スカイファイナンスの隠し金庫にあった現金1000億、無事強奪に成功しました。お前は。お久しぶりです、冴島さん。カツラギ。
まさか本当にここまで来るとは。伝説の極道ってのはこういうもんなのか。ゲームは終わりだ。取引に応じろ。まあいいだろう。約束だからな。俺は男気はないが仁義は守るよ。お前が欲しがっているファイルだ。早くその二人と1000億を渡せ。まあ焦るな。1000億なんて大金、そうそう簡単に運べるもんじゃない。そろそろここに届くはずだ。お待たせしました。お約束の現金1000億です。お前がヒドか。桐生一馬さんですね。こうしてお会いできるなんて光栄です。さあ役者は揃った。それじゃそろそろ取引に入ろう。ああ、物々交換としよう。まずは西島康子からだ。あんたはその場から動くんじゃない。木戸がそっちに行ったらその女と引き換えにそのファイルを木戸に手渡せ。ファイルの中身を確認したら西島と1000億をここに置いたまま俺たちは帰る。分かった。さすがだな。こういう場でも動揺一つ見せないとは。まあいい、行け。ごめんね。ファイルを。大丈夫か。ごめんなさい、私が言うこと聞かなかったから。もういい。兄貴とは話せたのか。ええ、長い時間一緒に監禁されてたから。そうか。おめでたい奴らだ。まさか本当に生きてここから帰れると思っていたのか。カツラギ、起動、撃て。こういうことです。
の人、新井って人。新井だと？葛城さん、俺が兄貴のことを裏切るとでも思ったんですか？兄貴、これを。さすが俺の兄弟分だ。よくやったな、木戸。桐生一馬さんですね。東条会柴田組金村興業若頭の新井です。こうしてお目にかかれて光栄です。何ふざけたこと言ってんだお前。自分が何をしているのか分かってんのか。お前は今自分の兄弟を裏切ったんだぞ。それがどんなことか分かってんのか。ええ、分かってます。十分なほどにね。おい、新井、東条会はお前に渡さねえ。何があろうと俺が食い止めてやる。いいな。遅すぎるんですよ。あなたはいつも遅すぎる。だからこうなるんです。それじゃ。お兄ちゃん。くっ、ヤスコ、はよせ。まだヤツが生きとる。カツラギ、ね、よくわかったな。25年前よりは利口になったじゃねえか。なんやと。結局お前は誰一人殺せなかった。最低のヒットマンのくせにな。笹井もかわいそうだな。お前みたいな間抜けな子分を持って。うわ、会えたわ。お前のようなカス殺す気もせん。一生そこで寝てろや。何してんねん。
おい！なんだお前は。お父さんの無念を晴らすため私に託されたものだったのね。おい、何してんねえ。来ないで。ありがとうお兄ちゃん。たった一日だったけどお兄ちゃんと話せて嬉しかった。安子、お兄ちゃんは無実よ。でも私はたくさん人を殺してしまった。だから私にやらせて。やめろ。こんな形でしか恩返しできない私を許して。ヤスコ！おい、ヤスコ？ヤスコ！返事してくれや！おい！お兄ちゃん、おい、安子、安子。